はい、良い風景です。赤砂浜破壊的素潜りの実況プレイですね。41回からの再開です。じゃあ早速やりますかね。こんばんは。HP 低いな。今状況確認しようか。この感じ、修正値が集まってる感じですね。これがなんか地味に役立ってるんだよな。で、投資の腕が1個出てて。ちょっとアイテムの整理なんかしたい感じですね。41回。とりあえず、紙一重使ってみたいんだよな。どうしようかな。円筒とか、百発百中は、とりあえずしまっておこうかなって今んとこ思ってるんですけど。紙一重出してみようか。ちょっと、ドラゴンがいないんで、使いやすいと思う。円筒は出しちゃおうかな。こんばんは。じゃあ、円筒は出しちゃおう。あ、受け流し出してみるか。どうしようかな。円筒でも使うような気がするけどな。こんな感じにしてみましたけど、この辺とかね、ちょっと開封したいな、後で。整理しようかな。円筒百発百中。ちょっと百発百中はね、45まで、温存しますね。ひび入ってるし。そうだよな。円筒使いたいよな、実際。吹き飛ばしとかもいらないのから。まあ、後で整理しますね。まあ、とりあえず、ちょっと紙一重とかすっごい使ってみたいんですよね。じゃ、紙一重つけよう。すごい回避率上がるみたいなんですけど。あ、そうだった、危なかった。あれだった。なんだっけ。ウンドゥーバがいるんだな。そうだった、そうだった。で、そろそろ、50%回避っていうか、普段の回避率があるから、もっと高いはずですよね。回避率が2倍になるみたいなんで、栗の手が何だかわかんないと。いいや、じゃあこれ、置いて、こう識別しよっか。使っちゃっていいでしょ。確か識別の巻物が1個あるし、回復の杖だった。あ、そうなんだ。回復の杖って普通に落ちてるもんなんだ。これ確か、普通に拾ったもんだと思ったけど。まあいいか。まあ使うかもしれないな。いや、でもどうかな。まあいいや、一応持ってていいっしょ。で、あとは毒草とか捨てちゃおう。で、長巻きを使っていきたいよね。まあいいや、やっていこう。敵いっぱいいるな。遠投の方がいいかな、これ、やっぱり。すごい回避率だぞ、これ。50%どころじゃないぞ、これ。すごいね。来ましたね、来ましたね。あいつ。37ポイントダメージ。投資外しておこう。一発加えて。まあ、ちょっと、あれだ、アイテムのある方に行けばいいんだ。ちょっとボケてる感じだけど。あ、どうもです。こんばんは。さて、ちょっとまた。ちょっと罠とか。やっぱ操作おぼつかないよな。こういう風に行けばいいかな。まあ、慎重にやりますね。これは両方外した方がいいか。ちょっともったいないよな。お、1048時間。巻物。なんでしょうね。識別の巻物をこれ使っちゃおっかな。じゃ、巻物じゃないや。巻物は取っておいて、壺使っちゃおう。緊急回避に、大部屋か。そうか、そうか。紙一重つけていいな。確か二つあるから、まあ、基本、つけてっていいかもしれないですね。よしよし、ちょ、ギター使うかな。どうしようかな。まあ、使おうとしたら、ここ先で使いたいな。ちょ、45回からかなり厳しくなる見込みなんで、豚 あ、ちょっと待った すごい敵が。やっぱ遠投いりますね、これ。遠投いるわ。まあ、どうしようか。元に何か入れちゃえばいいんだけど、入れたものがないっていうね。受け流しちょっと出しておきたいよな、マジ
そう、アイテムの整理とかマジやりたいですね。どうしよっかな。何整理しよっかな。これ開けちゃおっか。転ばの先とかいらない気がするんだよな。まあ、アイテム稼げるとはいえ、で、危なかったね、まだ。大部屋どうするか、いらないな。アイテムとか、稼いでる場合ではないしね。まあ、いいや、投資を外して普通に戦っていこう。あ、こいつだったか。うん、大部屋いらないっすね。ちょっと必要なものだけ持っていこう。回復の杖はこれ使うかもしれないんで持っていこう。回数多くと助かる。あ、分身はいるな。毒草を置いていきますね。毒草これあれば便利なんだけども、まあ、役に立たない鉱産が高いからね。ちょっと変ダッシュした。シャチオーンだな。投資外して。すげえ強いんだけど、紙一重って。こんな強いの？俺初めて使ってんだけど。これ、紙一重の腕はもう一個ありますけど、これもう一個つけたら最強だね。で、これ分身入れておき、もう一個出してみるか。これ二つつけてみよう。これ一回やってみたかったんですけどね。当たるとき当たるね。まあ、そりゃそうだけど。まあいいや。はいはい。今、こんな感じですけど。もっと整理したいな。これ開けちゃったら逆に、ガサバるかな。吹き飛ばしの使いかけがあったな。それ、置いていこう。どこ行った？あれないんだっけ？これね。これ置いていこう。何入れるかな？中に。まあいいか。この辺は開けてもいいかもしんないけど。逆にガサバるね、開けると。まあいいや。まあいいや、行こう。よしよし、行こう。45回で、白紙の巻物を、使っていきたいので、また少しアイテム欄、開くでしょう。逆につけてった方がいいな。巻物、ジャガタ、待って、紙一重、二つ装備の方がいいかもしれないな。あっと、そうだった。一応外して、あ、そうだ、まだ、慣れてない。よく聞き、こんないらない。いらないな。じゃあ、通しつけて、なんか来たぞ。上からも来るな。そうか。一発やるとこ。来い来い来い。どうした？引っかかってるな。ん？どこ行った？まあいいけどさ。よしよし、じゃあ続きやるか。階段ここね。杖、なんでしょうか。ここにすればいいかな。梅の杖。あ、やっと入れる杖来たよ。やっと来ましたね。待望の入れる杖。では、識別の巻物をこっちに思う。どっちかな。草投げか。草投げね。とりあえず温存しておこうか。うん。これ力上げるためじゃなくて、不幸の草でも入れた方がいいかもしれないな。まあ、どっちがいいかっていうと、やっぱ力上げた方がいいよね。力上げるにはちょっとここじゃできないんで、しばらくは、なんて言えばいいのかな。しばらくは、
お預けですね。あ、普通に拾っちゃったぞ。うん、踏んじゃおうか。踏んじゃい、いやいや、ゲゲ。あ、階段ここか。よしよし。で、まあ、いや、こいつ始末して行こう。あ、まずこいつ倒すのが先かな。普通にちょっとガチってみたい。おい邪魔なんだって。まあ当たるとき当たるな。なるほどね。紙一重なかなかいいかもしれないな。紙一重二つ装備で回避率どんなもんなんでしょうね。7割方回避できてる気がしますね。じゃあ足踏みしてから行こうか。敵多いぞ。敵に手動くな。左はエビル感がある。なるほど。一発矢を。おい、いつも邪魔してくれんな。すごい回避率だな。すごいぞ。いいね。識別もう一個来たぞ。持っていきますかね。ちょっと待て。確か透明があった。これと交換して、読んでおこう。透明の回数。7回。よしよし。まあ、いざっていう時に使おう。あの、道具なんでしょうね。来るかな。なるほど。あ、違った。紙一重つければいいんだな。あ、おい、なんか変なの出したぞ。ちょっと操作おぼつかねえんだよ。こいつ倒しちゃおう。あれは良くないな、砲撃は。よしよし、じゃあ行こうか。はいはい。普通に矢を打っていこう。どんどん矢消費しちゃっていいでしょ。あ、識別の道具だ。こいつは外していこうか。全然問題ないぞ。識別したいものはない。なかったはずである。ないと思う。行こう。矢を一発。銃撃弾ん？豚か。買ってこい。よし、いいぞ。何あいつ。はいはい、ドガガーンですね。よく外れんな。もう一発撃っていこう。なんか腕輪の付けが若干楽かな。あいつなんだろうな。フェア防具。ちょっと待った。腕を外そうか。普通にやっても全然問題ないですね。ぬるげー。ぬるげーっすね。ぬるげーかもしれん、確かに。だけどあれだな。油断はできないですね。何が起きてもおかしくないんで。はいはい、ドガガーンが来ますね。うん、やっぱ遠投欲しいな。
45回から勝負かな。とりあえず大レップを、排除して、元も払う。いや、求めてないっす。いや、このまま、濡れ毛だった。つまらねえ配信だったって言われるぐらいがちょうどいいかもしれない。相手も恵まれてるからね。まあ、運がいいのはいつものことなんですけど。だからまあ、そういった意味じゃ別に驚いてないんですけどね。そう、45回からですね。ほんと45回から。まあ、大レップを排除すれば、そう、運も実力ね。俺の実力大したもんだと思うわ。階段ここか。よし。受け流しとかも使ってみたいんだよな、ピンチに陥ったら。俺絶対クリアしたいんだけどな。これ拾っちゃっていいでしょ、これ。ギター。使ってっか、それとも。ギターなんか使う人もない気がするな。44回。まあ、ここまでは相当ぬるいってことですね。はい。じゃあ、やってみよう。45から、いろんなやつ増えるんですね。まあ、最強クラスのやつが、ワンサが出てくる感じになって、パオパオンか。あいつは危険だな。あとは、なんだっけ。計画？出現テーブルなんかちょっと読んでみるか。ギガヘッドが出るんですね。こいつかなり危険ですけど、まあ、ツールを戦えば、アドバンテージはありますね。で、あと、シビルサソリ。こいつやばいよな。あと、ハイパーゲイズが出て、ちょっと敵多いな、これ。そうか。ちょっとこれ地道に敵倒していこうか。遠投使いたいけどな。本当ですか？ありがとうございます。いや、戦略はやっぱ重要ですね。本当。遠投使わずに倒すか。なんとかなるでしょう。闘神、どうするか。生さねてる？はいはい。じゃあ、紙一重と闘神変えて、打っていこう。デブートンか。まあいいや、普通に打っていこうと。さすがに外れるな。まだなんかいるはず。デビルカンガルー、はいはい。まだなんかいるから。はいはい。下から来るな。もっと離れるか。いや、こっちに来い。ああ、なるほど。こうなってんだね。こいつは矢一発加えておき。鬼入れ出ないね。おとと懸垂か。おとと懸垂力不足だな。はいはい。まだいるな。あと、なんだっけ。大熱風ね。こいつは一番危険なんで。矢使い切ったか。いいぞ。ギターも使っちゃおっか。何がいいか知らないが。デブートなった。よしよし。かかってこい。矢を出しておこう。これね。いや、もうガンガン使ってっていいな。あとでも300本ぐらいあるでしょ。ガンガン使ってっていいっすね。ちょっとギターの、活躍がない。それはそれで破壊的には、破壊的素潜り的には、寂しいかもしれないよね。ここに300本あるんですね。まあ、ガンガン使っていこう。で、投資をつけてみよう。はいはい、減衰ですね。どうした？普通。あれ？なんか、道具が移動してるんだが。あの道具なんだろうな。はいはい。こっちに一体、来る見込みだが。デブータの石か。一発撃っとこう。アイテム確認しよう。アイテムがある方を見ようか。まあ別にいいんだけどな。特にいらないんだけど。アイテム充実しまくってますからね。あ、そうかそうか。矢で倒すと食い物の問題があるんだな。巨大なおにぎりが1個あって、まあ復活もあるし、まあ植えても問題ないですね。消費してもいいぐらいだな。
右隠るやつ。なになに、右隠るやつなんだ。魔法消しじゃないか、あれ。そうか。いや、2発撃って倒そう。ここは敵だけか。こ、いや、アイテムの方見よう。なんか戦略の話ですけど、もっと不思議のダンジョンはどこでもそうですけど、やっぱ戦略重要ですね。例えば、フェイの最終問題だったら、36回までに盾をどこまで強化できるかとか、持ち帰りがあるぞ。水亀があるぞ。いいや、置いていこう。水亀持ってれば役に立つだろうが、まあいいだろう。あ、そうだ、水亀もあるんだな。水亀全然使ってないけど。あと、油断しないように罠確認して、ケタンがあるけど。こいつは危険か。ちょっと矢を撃っておこう。あいつの命中率なんか高いような気がするな。石投げの毒？階段ここか。よし、じゃあ行っちゃおうか。45階に、あいつがいるんで、まあ、できる限り準備していこう。まあ、とりあえず、受け流し1個しまって、投資は装備していきますね。で、100発100中があるから、どこ行った？確実に寝出しておきたいんで、ちょっと遊んでられないんで寝出しますね。腹がなくなって申し訳ないんですけども、絶対クリアしたいんで、ここで倒されたら、ちょっと寂しすぎますからね。まあ、装備してから行きます。まあ、こんな感じにしようかな。まあ、まさかとは思うが、これやっぱぶっ壊すか。ちょっと邪魔。まさかと思うが、復活を消費するかもしれないか。もう一個出しとこうか。ちょっと、これね、出す。よし。ちょっとやりすぎないぐらい慎重に行こう。じゃあ、降ります。国会から、あ、じゃあ国会からじゃない、国から、うわっ！なんだこれ？すごい光景なんだ。ここモンスターハウスはないのこれ。ちょっとすごいね。そうっすね。なんだこれって感じだぞ。どうしよっか。押し売りか？ちょっとこれひどいなこれ。よっか、がよっか。どうしよっか。とりあえずここから出た方がいいね。確実にここから出た方がいいわ。押し売りかもしかして。どうにやるか。ちょ、杖振られたくないぞ。罠を踏みたくないから、もう高飛びしちゃおうか。もう確実に。高飛び複数持ってるもんね。ここに1個ある。2つあるな。あ、3つあるぞ。1個使っちゃって、いや。おっとっとっと、来た来た。100発100中つけといてよかった。こいつに書きます。書く、寝出足。どこ行った？あ、ミスりません、ミスりません。大丈夫です、ミスりません。で、右のやつ、なんとかしたいな。2体いんのか。ギガヘッドもいるな。あれ、モンスターハウスですね。普通のモンスターハウスですね。あ、そのぎっしりになってるとこ。これ一発で何とかしよう。せっかく、つけてる。あ、透明もあるな。そうか。まあいいや。ちょ、一撃で何とかしようか。ちょっと危険だ、ここは。一撃で何とかするには、2000ギター投げるしかないのか。まあいいか、投げちゃおうか。で、ギガヘッド。ギガヘッドは、どうにしようかな。100発100中もういらないな、うん、ぶっちゃけいらないぞこれ。ちょっと投資と交換して、じゃあこれ外して戦おっか。殴られる？あっ、ふぇー、罠確認しないとこうなること。ちょっと何この階層、この階層何なの。
ちょっと待って、どうするかな。まあアイテム使うしかないわけだが、恐ろしいですね。ちょっとここは確実になんとかしたいね。ちょっと白紙は今使いたくない。高飛びか。いやー、さすがに、さすがに俺踏まないと思ってましたけどね。高飛びしかないかな。高飛び読んで、で、高飛び飲んで、モンスターハウスなかったら最悪だよね。でも飲んじゃう、飲むしかないよな、これな。どう考えても。あ、おい、ここに戻るのかよ。マジかよ。残り3分か。紙一重装備中ね。右のやつ一撃で。右のやつをじゃあ封印しちゃおうか。封印の回数がまだあるからね。これじゃあ消費していこう。で、持って、受け流しか。待って、受け流しの前に、動き止めておこう。で、こいつ、こいつ HP 低めだったはずだが、どうするか。右上のやつまずいよな。投げちゃう。2000ギター使っちゃおう。で、よし、じゃあ倒していこう。透明かな、あれ。あ、紙一重。ひび入った。クォーター出たぞ。あ、待って、起こされた。回復の杖振りやがったな。くそ。一歩右。どうしようか。左のやつ、ちょっとまずかったなぁ。まずかった。どうしようかな。嫌な感じだね、これ。最初に、エビルカンガルなんとかしておきよかった。封印を投げる。あ、外れやがった。エントいるな、これ。ちょ、右に入りたいけど、ワンの踏みたくねーどうしようか。復活二つあるから行っちゃおう。よしよし。よーし、いいぞ。やれやれって感じだね。これなんとかするか。紙一重ひび入っちゃったな。まあいいけど。杖振られるの嫌。お前のせいだぞ。左のやつに一撃加えておこうか。あ、いないぞ。そうか。投資つけてみよう。いなくなったね。遠投いるなぁ。そうか。まあ、とりあえず百発百中しまっておこう。遠投。遠投出して。あ、お疲れ様です。じゃあ切ります。ちょっと波乱万丈すぎるだろ、ここ。ご視聴ありがとうございました。